9月20日の午後1時35分です。先日ですね、最後の1匹のメダカが亡くなってしまったので、お水を全部取り替えようと思ったんですけど、ちょっと天気が悪かったり、通院があったりで遅くなってしまって、今日さっきですね、すべて水を捨てて、洗って元に戻しました。これからはですね、生き物はレッドラムズホーンだけなので、この子たちをね、育てて増やしていこうと思います。で、水草に関してはですね、長葉オモダカがちょっと、水が一回傷んで植え替えてから調子が悪くて、ウィローモスはこんな感じでまあ元気です。で、アマゾンフロックピットについては全滅してしまって消えました。はい。そんな感じですかね。で、なんだっけこれ。ウィローモスじゃなくて、ウォーターマッシュルームはちょっと見づらいと思うんですけどね、ここにちょっとだけ、新芽が出てます。で、今日はね、そっちがメインではなくて、こっちなんですけど、アフリカ亀甲竜、芽が出て、ツルが伸びてましたので、初めてね、ちょっと仕立ててみました。なんか、ツルがもうすでに長くなってから巻いたので、うまく巻けなかったです。初めてなのでなんかすごい不吉祥でなんかこの辺葉っぱも一緒に巻き込んじゃったりとか、ツルもなんか間隔がまばらだったりとかしてちょっと見栄えが悪いんですけど、まあこれ1個と、あと2個目ですね、こちらができました。で、こっちに関してはですね、3つちっちゃい鉢で管理してたんですけど、こっちの2つがダメになっちゃって、ここにね、芋があったんですけども、触るとパフパフってもう中身がスカスカでパフパフって感じなんで、もこれは処分ですね。で、これも大丈夫かなって最近まで思ってたんですけど、なんかね、触るとブヨブヨしますね。これもダメかもしれません。で、最後ね、これだけ生きてて、今月になってからかな、気がついたらね、こんなに芽っていうの、茎っていうのかな、出てました。ね、こういう岩の間から出てくるんですよね。で、これはまだ誘引してないです。なんでかっていうと、この黒いワイヤーのですね、残りの袋がどっかに行ってしまって、ちょっと見つからないので。これ、今日使ったのはね、前に、またたびの挿し木をやった時に、ビニール袋をかける時に、くっつかないようにしてね、浮かすためのワイヤーで使ったやつの再利用なんですよ。なんだけど、その新しい袋が見つからないので、ちょっとこれはね、また後日になります。まあ、てな感じでね、亀甲竜の仕立てをやってみたんですけど、どうでしょうか。ちょっと、汚いな。